こんにちは、ナビゲーターの綾瀬はるかです。今回は子どもが主役のドコモ未来プロジェクトを続々紹介。未来を自由に描くドコモ未来ミュージアム、憧れのプロの世界に触れるドコモ未来フィールド、プログラミングで未来を発明するドコモ未来ラボ、さあ君も一緒に未来を切り開こう。ドコモ